5月31日金曜日の嬉しいニュースです。最新アルバム、ボンが30万枚突破でチャート首位に。アルバムチャートとスポティファイで記録更新。音楽業界における最新のセンセーション、ナンバーアンダーライン愛は、彼らの最新ミニアルバム、ボンで大きな成功を収め、30万枚以上を売り上げ、アルバムチャートの首位を獲得しました。この記録的な売り上げは、 Spotify でも男性グループとしての新記録を樹立し、彼らの人気と影響力の大きさを改めて証明しています。この記事では、この驚異的な成功の背景、Number ダーライン l i の魅力、そして今後の展望について深く釣りしていきます。まず、Number ダーライン l I の最新ミニアルバム、BON がどのようにしてこれほどの成功を収めたのか、その要因を探ってみましょう。彼らの音楽は、 単なるポップソングの枠を超え、多様なジャンルと感情を巧みに織り交ぜたものとなっています。リードトラック、本は、その典型的な例です。プロデューサー兵の死の手によるこの楽曲は、リスナーの心をつかむメロディーと深い歌詞で、多くのファンを魅了しています。この曲のミュージックビデオも非常に高い評価を受けており、YouTube での再生回数は急速に増加しています。 MV の視覚的な美しさと物語性は、ファンの興味を引き続ける重要な要素となっています。さらに、ナンバーアンダーライン愛のマーケティング戦略も見逃せないポイントです。彼らは SNS を効果的に活用し、ファンとのコミュニケーションを大切にしています。Twitter や Instagram、TikTok などのプラットフォームでの定期的な更新と、ファンとのインタラクションは彼らの人気を維持し、 さらなる支持を得るための鍵となっています。また、アルバムの初回限定版にはフォトブックが付属しており、ファンにとっては貴重なコレクターズアイテムとなっています。このような特典は、物理的なアルバムの売り上げを押し上げる重要な要素です。次に、彼らの音楽の質について触れてみましょう。ナンンバーアンダーアダライン愛の楽曲は、常に高いクオリティを保ち、リスナーの期待を裏切りません。 最新アルバム、ボンに収録されている全8曲は、それぞれが独自の魅力を持ち、多様な音楽スタイルを網羅しています。例えば、本のような感情的なバラードから、よりダンサブルなトラックまで、幅広いリスナーに訴求することができます。この多様性こそが、彼らの音楽が飽きられずに、愛され続ける理由の一つです。また、ストリーミングサービスでの成功も、注目すべき点です。 Spotify での再生回数は驚異的であり、彼らの楽曲が世界中で聴かれていることを示しています。ストリーミング時代において、物理的なアルバムの売り上げだけでなく、デジタルプラットフォームでのパフォーマンスも重要な指標となります。Number Underline I はこの両方で成功を収めており、音楽業界における新たなスタンダードを打ち立てています。Number Underline I の成功は、単なる一時的なブームではなく、 彼らの音楽とメッセージが広く共感を呼んでいる結果です。彼らの歌詞は、現代社会の若者が直面する問題や感情をリアルに描き出し、多くのリスナーが自分自身を投影することができます。例えば、本の歌詞には、孤独や自己認識の葛藤が描かれており、多くの若者が共感する内容となっています。こうしたリアルな表現が、彼らの楽曲を特別なものにしています。さらに、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれが持つ個性的なキャラクターもファンからの支持を集める要因です。彼らの魅力的なパフォーマンスと親しみやすい人柄はライブパフォーマンスやメディア出演を通じて多くのファンの心をつかんでいます。ライブでのエネルギッシュなパフォーマンスは観客を魅了し一度見たら忘れられない印象を残します。こうした経験はファンの忠誠心を高め、 彼らの成功を長続きさせる要因となります。もちろん、ナンバーアンダーライン愛の成功には、彼らを支えるスタッフやファンの存在も欠かせません。優れたプロデューサーや作曲家、マーケティングチームが一丸となって、彼らの成功を支えています。また、熱心なファンコミュニティも、彼らの音楽を広める重要な役割を果たしています。SNS での拡散や、 ストリーミング再生回数を増やすための活動など、ファンの協力が彼らの成功を後押ししています。今後、ナンバーアンダーライン愛はどのような展開を見せるのでしょうか。彼らの音楽とメッセージは、まだまだ多くの人々に届く可能性を秘めています。次のアルバムやシングルがどのようなものになるのか、ファンの期待は高まるばかりです。また、国内だけでなく、 海外での活動も視野に入れていることが予想されます。彼らの音楽は言語の壁を越えて多くの人々に感動を与える力を持っています。今後の国際的な展開にも注目が集まります。また彼らの成功は他のアーティストにも大きな影響を与えています。ナンバーアンダーラインアイの革新的なアプローチや音楽スタイルは多くの若手アーティストにとってのインスピレーションとなっています。 彼らの成功ストーリーは、夢を追い求める若者たちに希望と勇気を与えるものです。ナンバーアンダーライン愛の成功物語は続きます。彼らの音楽とメッセージがどのようにして多くの人々に届き、共感を呼んでいるのかをさらに深く釣りしてみましょう。彼らの歌詞は、現代社会の若者が直面する問題や感情をリアルに描き出しており、多くのリスナーが自分自身を投影することができます。 例えば、本の歌詞には、孤独や自己認識の葛藤が描かれており、多くの若者が共感する内容となっています。こうしたリアルな表現が、彼らの楽曲を特別なものにしています。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれが持つ個性的なキャラクターも、ファンからの支持を集める要因です。彼らの魅力的なパフォーマンスと、親しみやすい人柄は、 ライブパフォーマンスやメディア出演を通じて多くのファンの心をつかんでいます。ライブでのエネルギッシュなパフォーマンスは観客を魅了し、一度見たら忘れられない印象を残します。こうした経験は、ファンの忠誠心を高め、彼らの成功を長続きさせる要因となります。もちろん、ナンバーアンダーライン愛の成功には、彼らを支えるスタッフやファンの存在も欠かせません。優れたプロデューサーや作曲家、 マーケティングチームが一丸となって彼らの成功を支えています。また、熱心なファンコミュニティも彼らの音楽を広める重要な役割を果たしています。SNS での拡散や、ストリーミング再生回数を増やすための活動など、ファンの協力が彼らの成功を後押ししています。今後、ナンバーアンダーラインアイはどのような展開を見せるのでしょうか。彼らの音楽とメッセージは、 まだまだ多くの人々に届く可能性を秘めています。次のアルバムやシングルがどのようなものになるのか、ファンの期待は高まるばかりです。また、国内だけでなく、海外での活動も視野に入れていることが予想されます。彼らの音楽は、言語の壁を越えて多くの人々に感動を与える力を持っています。今後の国際的な展開にも注目が集まります。最後に、 ナンバーアンダーライン愛の成功から私たちが学べることについて考えてみましょう。彼らの成功の背後には、音楽への情熱と創造性、そしてファンとの強い絆があります。これらの要素は、どの分野においても成功するための鍵となります。彼らのストーリーは、私たちに対して、情熱を持ち続け、挑戦し続けることの重要性を教えてくれます。 ナンバーアンダーライン愛のこれからの活躍に期待しつつ、彼らの音楽が私たちの心にどのような影響を与えるのか、楽しみにしていきましょう。彼らの成功は、単なる数字の裏にある多くの努力と情熱の結果です。その背景を知ることで、私たちは、より一層彼らの音楽を楽しむことができるでしょう。そして、彼らの音楽がどのように私たちの日常を豊かにし、共感を呼ぶのか。 その影響力に注目していきたいと思います。あなたはナンバーアンダーライン愛の次なる一手にどのような期待を寄せていますか彼らの音楽が未来にどのような形で進化していくのか一緒に見守っていきましょう。